はい、皆さんこんにちは、こんばんはですか、井川直介でございます。ストリートインストラクター井川直介でございます。はい、今日ですね、私ですね、実は木曜日と勘違いをしておりまして、毎週金曜日に動画を上げると言ったにもかかわらず、ちょっと本当に落ち度がありまして申し訳ございませんでした。はい、ピアノ柄のシャツもね、変えまして、こう仕事の時の格好で、出ております。ちょっとね、サングラスもちょっとやめようかなと思いまして、別に私の顔が好評が良かったわけではなくて、なんていうんですかね、皆さんに人を教える立場の人間がサングラスとしてどうなのかなというふうにちょっと思いまして、今日から、素顔で行ってみたいというふうに思っております。不評であればサングラスかけたいと思いますので、そういう方はコメント欄に書き込んでください。はい、今日は Excel で、関数の組み合わせをやりたいというふうに思っております。関数の組み合わせなんですが、何かというとこれです。はい、インダイレクト関数とマッチ関数というものの組み合わせをやっていきたいというふうに思っておりますので、しばしお付き合いのほどを、お願いいたします。これも、VLOOKUP 的なですね、役割がありますので、ぜひ一つの技にしていただければなというふうに思います。これはですね、私がだいぶ前なんですけど、オフィス田中さんかな、ホームページであったものを自分でアレンジっていうか、そのままの丸パクリなんですけど、使える技になっておりますので、別に私が考えたわけではないんですが、はい、自分で、いろいろサイト等を見て勉強したときにこれは使えるなというふうに思ったので、皆さんに、ご紹介をしたいというふうに思います。はい、それではいきたいというふうに思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきたいというふうに思います。はい、じゃあやっていきたいというふうに思います。ですね、私の、ホームページからダウンロードをしていただきましたら、あるんですよちょっと回答しなきゃなんなかったですね。パスワードはイカワになっております。あれ、あったかな。あれ、あった、ここにありました。失礼いたしました。回答しますと、インダイレクトというものがありますので、これを開けてみてください。そうすると、ちょっとまたね、摩訶不思議なものが入ってると思います。今、何をやってるかっていうと、ここに全部以下はで、ここに以下はってあるんですけど、ここの C の2、C の3、C の4にはそれぞれ式が入っております。例えば、ここの、以下はここを参照してます。それで、C の2には以下はといって、イコール A の2という式が入ってます。当然これ、絶対参照の時にやりましたけど、これこのままやったとしても、これは0の値が返ってきます。なんでかっていうと、これは E の2を参照してるからですね。はい。ところがですね、このインダイレクト関数っていうのは、なかなか面白い関数でございまして、文字列を、こう、返すんですよ。こうやって。で、ここは、今皆さんは分かります？このインダイレクト関数2っていうのがそのまま入っております。はい。で、文字列なので、どういうことができるかっていうと、こういうこともできるんですね。A をクォーテーションで、囲んで、これ正式はアンバザだっていうふうなことなんですが、私はアンドって言いますので、ご了承ください。で、これをこういうふうにしますと、以下はっていうふうに、これも返ってきます。で、皆さんが、インダイレクト関数というものを使うときには、通常は、私はここでは紹介しませんけど、連動式のプルダウンを使うときに、作るときにインダイレクト関数を使うっていうのがまず1個。それからよくホームページ等で紹介されているのは、こういうものになります。ちょっとこっち側は、見ないでください。まだ。はい。ここのところにこういう式がずっと入ってます。イコールっていうものは、シートも参照できるんですよね。つまり、北海道、ここ、シート見えますかね、北海道の A の1にはこういうふうになってるんですよ。北海道の A の1を参照しなさいよと。
で、ちょっとこっち側に行きましょうかね。こうしますと、ここにも同じように式が入ってます。要は、インダイレクトの A の3、この A の3の北海道の、びっくりマークの A の1というふうに、これ同じような仕組みになってます。で、ここがすごいのは何かっていうと、ここを、ぴょっと変えると、ここが、東京の A の1、これを引っ張ってくる。ので、シートごとの、串刺しの集計っていうんですかね、これをやるのが非常に便利なんです。このインダイレクト関数っていうのは。はい。で、ここのところ。こういうふうに書いてますけど、さっき、ここでやったように。ここも、A の4、アンバダの、びっくりマーク A をクォーテーションで囲んで、しかも、アンドの、1ということでできますよと。なので、例えば、ここを北海道に変えると、ここが値が変わったりとか、ここを東京に変えると、ここが値が変わったりっていうので、いろんなシートにまたがっている合計を足すことがすごい便利な関数なんですよ。じゃあ、皆さん、ここ、ここですね。ここ、数字を返す、数字を使って返した場合でも、このインダイレクト関数っていうのは使える。で、じゃあ数字を返す関数って何って言ったら、ここ、マッチ関数なんですね。はい。今ここにプルダウンを作ってます。島田さんって何番目にいるのって言うと9番目にいます。ここのプルダウンを変えると、例えば横山っていうのを使うと、横山は6番目にいますよと。いいですかね。ここのマッチ関数のところっていうのは、こういう、ここの、上にはこの式が入ってます。マッチ括弧の、絶対参照。ここちょっと、すいません。さっき私変えたので、ここは、L の1になってますね。L の、1が、G だ。皆さんがダウンロードするものは変わりがないので、そのまま使ってください。今私はちょっとセルをずらしちゃったので、こういう式が入ってます。ここをずっと参照して、横山の隣の数字を返しなさいと。要するに、ここにいると、これ6っていう、ここは6と同じ意味になるんだっていうことが分かっていただければと思うんですね。で、これ6が同じ意味になるということはどういうことかっていうと、これ、いいですかね。ここ、見えますか。ちょっと、列にしましょうね。あら、文字列にならなかったですね、今。インダイレクトの A、ここですね。ここをマッチ、つまり西川と合ったものを持ってこいということで、これ左側が検索できる組み合わせになってます。はい。これ6に なります。マッチ関数っていうのは、ここの、指定したてっぺんのところから、返すんですよ。数字を。なので、例えば、ここのところが、例えば、B、C、D、E、F っていうふうにしても、数字台だけじゃなくて、この左側の文字を返すということができる、この組み合わせになってます。左側を検索してね、じゃあ何なんだっていうことを、言わないようにしてください。何回も言いますけど、その田中さんという方のホームページにも書いてあったんですが、数式っていうものはあるものを使うんじゃなくて、組み合わせて組み合わせて自分なりに工夫をして、やっていくことであって、これはアイテムの一個であって、そのアイテムを持つことが、どれだけ皆さんが、その状況に応じてそのアイテムを使うかっていうような
ことをおっしゃってたんですが、私もまさにその通りだというふうに思います。左側を検索しようと思ったら、インディックスとマッチ関数でももちろんできるんですが、まあ、これは今あえて紹介しないですけど、インディックスとマッチ関数でもできるんですけど、インダイレクトとマッチ関数、インダイレクト関数っていうのは文字列をここに入れて、その、ね、こういうところを参照できる関数なんだよ。じゃあ、数字を返す関数っていうのは何かっていうと、マッチ関数があるんだっていうことを皆さんが覚えておいてくれれば、めちゃくちゃ便利な関数になるはずです。インダイレクト関数だけでもすごい便利な関数なので、このさっきのね、くしゃ刺しのこの集計をするときには、おのおのの、ところの口出しの集計をするときにも便利なんですけど、一手間またね、前回申し上げました悪女の厚化粧ではないですけど、一つ組み合わせることによって、すごい便利な関数になるんだっていうことを、覚えておけばいいのではないでしょうか。はい、ではパソコンの画面はここまでにしたいというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。マッチ関数とインダイレクト関数、自分がですね、関数をやってまして、これは覚えといてよかったなっていうのは、インディックスとマッチ関数とオフセット、それからカウント A なんですね。この関数非常に役立ちますので、皆さんぜひどんどん現場で活用していってください。はい、では次回は火曜日にお会いしましょう。では、今日はこの辺で失礼します。さようなら。